原城。原城。三原城。え、はい、こんばんは。三原城の。時間です。こんばんは。始まりました。始まりましたね。ちょっとイントロが。変わったというか、まあ、ちょっと、あのー、なんだ、ほら。 獣道の曲を作ってくれた、やすさんがい、え<の>、何て言うんでしょう、ジングルそうですね。送ってきてくださって、とりあえずかけちゃおうという運びで。<laughs> ちょっとね、やす、はい、さん、怯えますね、おびえ。おしゃれすぎますよね、いつもね。そんなことないですか。ああ、いや、まあ俺は別に、なんだろう、おしゃれって何が悪いですかあ、そうですか。あ、そうですか。はい、えすごいなんか気遅れしちゃうっていうかね。ああ、そうすか。俺、この梅原ジオでこんないいのかなっていう感じの、うん まあ確かに。まあでもいいっすよね。まあプロっぽさが、ちょっとなんか、匂い立ちますよね。ただね、ジングルって多分、あの、作る人、音楽作る人にとって、すげえちょうどいいんでしょうね。ああ、そうなんですか作りやすさというか、だってね、その十分短いし、ちょっとね、片手間で、本当趣味な感じでもうちょっと素材をあった方がいいのかなって気もするんですよね。あ、俺の声だけじゃなくてってこといや、梅さんの声の種類ですかね。ちょっと あのその職人たちのがもしかしたらテンション上がるかもしれないんで、うん、ちょ別のニュアンスの梅原ジオもらってもいいですか<え> <laughs>、うん、<laughs> ねあの梅原ジオはいいんですけど、うんまあれ以外もほあったらこれならみたいないやでもえ例えばどんなんですかだって梅原ジオと梅原ジオとなんかありますほかに江戸町のやつとかってこと 梅原寺。いやいや、それ、<laughs> そこまでするメリットが俺になさすぎてやばいっすね。<laughs> なんかじゃ、なんか、なん、ないっすかえー、強めなやつ。ど、例えばいや、例えばは。ばいやいや、だってた、全く想像つかないもんな。梅原、梅原。ぶっつけ本番。 いやいや、ちょっと待って、本当にわかんないな。本当にわかんない。イントネーションちょっとじゃあ考えましょうよ。今、いきなりすぎるから。あ、そう、さすが次、次にしましょう。次回、次回、次回。次回、持ってきてくれるってことでいいですかいや、もう考えましょう。一緒に考えましょう、それは。逃げたな、これね。一緒に考えわかりました。まあ確かに、不得意分野な感じはあります。そう、全く、全く頭に浮かばなかった。太分野な感じはあります。わかりました。いいでしょう。まあいいでしょう。ちょっとね、ジングルね、せっかく、あれでもう募集は、特にしてないですけど、送ってくれたらね、流しますので。はい。 ぜひよろしくお願いしますという感じですかね。さて、最近どうですか <laughs> 最近は、まあ、うん、配信を頑張ってますね。うん。まあ頑張ってるという意識がないんですけどね。はい。まあでもやってますね、すごいね、配信をね。先週ね、その、影は趣味ってずっと言ってたじゃないですか。うん、まあ、言うてそうなんですけどね。それは変わってないんですけど、ただ、多分キャラランク的に、 結構いいポジションにいるんで、やり込めば、ゆくゆくはもしかしたらレギュラーもあるかな、うん、みたいな。ちょっとワンチャン出てきた。雰囲気は、ね、うん、そうですね。あの、ゼクンの時よりは全然近いですよね。<ー>近く、うん、近くに感じる。うん。影の存在は。うん、<laughs> なるほど。うん、でも、まあまあ、いいですね。なんかね、それもあって。そうですね。なんかね、あのー、なんていうのかな。 かっちりしてるんですよこれにはこれみたいなのが結構ちゃんとあるキャラだから、うん、なんか性格的に好きなんですよねアナログ要素が少ないっつうかうん、うんうん、かっちりしてるんで好きですね一個例えばじゃあサブキャラになるかどうかまあ置いておいて、うん、なんかその、まあ、本来サブキャラって例えばじゃあ対ザンギが本当どうしようもないから、うん、ザンギ用に出すとかが多いじゃないですか 梅さん、あんまりサブキャラのイメージはやっぱないっすよね。そうですね。過去に。うん。カウンターピックってしたことありますうんと、なくはないけど、少ないと思う。めちゃめちゃ少ないともね。やっぱなんかその、魔法キャラで攻略した方が、みたいな感じですかね。うん、それはあるね。であとその、うん、まあ、まんべんなくいけそうなキャラを選んでんじゃないの毎回。うんうん、それは意識してますけどね。なんかそのサブキャラをめぐる、その、 みんなプレイヤー見てるじゃないですか、うんまあ、CPT とかでも、うん、なか後悔がめちゃくちゃ発生しそうだなと思ってだそれがねあのー、<ー>だそれって結局ねせん,なんつうんだろうなあれですよ破壊しけっちゃダメとかと同じですよね全くない人もいるんですよあ<ー>あだからそのなんていうの自分のその一番使い慣れた道具と心中するなら OK みたいな<ー>相手が仮に <laughs> ひなワジだろうが、はいはい、俺は日本刀で戦って死ねればそれでいいみたいなって日本人あるじゃないですか。はい、でもそれって教育だったり文化だったり先入観というかそう植え付けられたものじゃないですか。うん、じゃなくて別に、俺は最善を尽くしたって思って、負けるんだったら何にも後悔しないっていう考えもある。特にアメリカ人とかは多分そうだから、それただのね、後悔するんじゃないかっていうのは日本人の決めつけですよね。いやいや、そうかそうか。いや、自分が言ったニュアンスはどっちかっていうと、 うんとサブキャラがあった方が迷い走してるイメージがあるんですけどそんな,もんないですか,、ね、なんかその、まあ、確かに今の話でいうと1キャラ戦はいいじゃないですか、うん、まあ残業を使ってガエルに勝てないけど、うん、なんとかワンチャン引こうとして死ぬのはいいんですけど、うん、結構選んで失敗とかえっ今,そ,ん今そ,の話そっちそっちですか,いやなんかその2キャラ目に変えるかかどうか悩んで 変えてやっぱり本人の中でそのサブキャラっていうかそのこのキャラにはこのキャラをチョイスするっていうのが決まってれば後悔しないじゃないですか。ううなるほどなるほど。うん、なんかそのなかなかうまく、まあ、活用してることがの方が珍しいんじゃないかなって気もちょっとしますけどね。なんかその普通に試合見てると サブキャラが有効にめちゃめちゃ有効に働いてることが少ないことも多いなって感じがしますよね。まあ、連度が低いからやっぱ出てくると。あそうですか。んそんなことないですかね。うんでなんか本キャラでいってりゃいけてたんじゃないのみたいなことが結構あるいや。海外とか見てるとそんなことないですけどね。やっぱすごい 活用して活躍してた感じがしますけど難しそうだなという印象もありますね、やっぱね使い分けは。うまあ,あそうですね、慣れ,慣れがいるかもしれないですね。梅、まあ、さんの場合はガイルが穴ができたら出てくるかもなみたいな感じですかね。そう、うん、まあそうですね、うん。まあでも分かりました、サブキャラはというか、まあ、影は楽しんでるみたいでよかったです。うんそうそう影が、ね、単純に面白いなと思って。うんなんか最近、ちょっと最近じゃないですけど、2020年。 ななったじゃないですか、はい、でなんかピンときてなかったんですけど、うん、こう仕事するようになって「2020」ってこう打つじゃないですかファイル、うん、そうした時に未来感がすごいなってなんだっけなんかそういう英語のタイトルありましたっけ「2020」なんか2001年宇宙の旅2001年かそれ2001年なんですよそれ2001年かなんか2020年ってなんかねちょっと俺ら子供の頃に、うん、あんまり想像してないレベルだなみたいなうんかなり未来だよね なんかあの、ちょっと軽く調べたんですけど、近未来ものってあるじゃないですか。あれって、2020年行ってないやつ結構多いなって。ああ、そうでしょうね。ドラえもんってだったら2020行ってないでしょいや、ドラえもんは2112でした。結構結構行ってた。結構でした。で、そこまで行くと超未来でいいじゃないですか。だけどなんかちょっと、例えばアキラとか2019年、ブレードランナーとかも2019年、エヴァンゲリオンは2015年とか。あ、あれまあれは未来っていうか、まあ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 。でもバックトゥザフューチャーも2015年。 あえ。へーまヤマトとかは2199年らしいですだからなんかちょっとそ1900年代の人がちょっと未来いくかみたいなのを超えた感じがやっぱあります,ね,まあそうですね。思ってたほどは進化してないって感じですかね,すかねやっぱね、うん、人口値が目覚ましいですも、ねうんねまあまあでもさすがに、うん、インターネットがかなって気がしますね ちょっっと想像してなかたインターネットはそうですね近未来の予想のあれになかったですもんねそんな感じしますよねインターネットがなかったらこんなこともなかったんでこのラジオとかもね気軽にできなかったまあそうですねだからインターネットなかったら俺も有名になることなかったですからねうんまあでも大会とかはねいや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 でもやっぱこのこれはいないでしょ今のこれはまあそうかそうかもゲームの枠を超えてっていうのはインターネットのおかげですよね確かに そんな感じですかね。うん、直近は。あとそう。あの、ちょ、年末年始どうたら私言わせてたんですけど、結構事件がありまして。<お>の大の大冒険がアニメ化する。ああ、なんかそれ聞きましたよだ。どの層を狙ってんだろうね。びっくりするんだけど。だ梅原城で押してるって言ったから。大の大冒険ってなんで、あれでも昔アニメ化してたじゃないですか。そうですね。途中で終わっちゃったんですよ。ま、バラン編あたりで。 その続きをやるってこといや、もう一からやるみたいなす。<laughs> すげえ不思議だな、それ。いや、でもね、これはね。理由なんかあるんですかこれはね、わかるんですよ。俺 <laughs>、うん、みたいな年のやつがファンだからですよ。まあ、人口の多い人たちが好きってことう,うーん、というか、その、当時やられたやつらが大人になって権力を持って、うんうん 作るって感じのパターンが結構世の中多いんじゃないかなって気がしてますん。台に限らず、うん、なんかその権力を持って俺がじゃあ新作を俺が作るとかっていうパターン結構あま、ねうんあ,まあ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 それはあるでしょうね。ただすげえ嬉しいかって言われるとあの普通なんですよね。うん、これってさんどうですかいや俺別にそのアニメ化が嬉しいっていう感覚がそもそもないですよね。<laughs> 俺も若干そうなんですよ。まあ、うん、う、嬉しいは嬉しいですけど、なんか、うん、ただなんか、その、原作読んでるじゃないですか。うん、だから、アニメ化して喜ぶっていうのが、ちょっとわかんないですよね。その、その物語はもう知ってるんだよね、みたいな感じ。うん,うん。だし、なんか、オリジナルの方が、良くないみたいな感じが。<laughs> え、ちょ、っと待ってえ、その、え、ちょっと待って、え、大の大冒険が、 始まるのが嬉しいんじゃないですか嬉しいんですけど、うん、でもなんか、別にそのアニメじゃ超熱心に見るだろうなとかは思わないんですよね。その他のものすべて、そうなんですけど、うんうん、なん、なん、梅さんもそれありますなんか、アニメ化したり、まああと実写映画化とかするじゃないですか。うん。あれで嬉しかったこととかってありますいや、ないですね。でさっきあげたエヴァンゲリオンとかはアニメでしか見れないじゃないですか。あ、そうですね。だから別に、まあいいかなって。 まあいいからってか、アニメを見て満足するっていうか、その、当時のアニメの役割っていうか、俺の中での子供の時の役割は、うんはい、漫画の存在を知らなかった人とか、うん、あとはその漫画を買え、買えなかったお金がなかったから、買えなかった人とかが、見るための、うん、まあ、もちろん漫画で見るよりもまあ、声と変えるから、いいとかあるんだけど、うん うん、でも、まあ基本的には漫画でいいから、からそれをこう補ってくれるのがアニメ。うん、読めなか読めない人とか、あとはもしくは、あ、こんな人気の作品あったんだっていうのをそこで知るみたいな。うん、うん、だと思う。だから別にそのもともと知ってる作品がアニメ化して嬉しいっていう感覚は、まあ俺はないですね。うん。うん、まあちびっ子は確かにめちゃめちゃアニメしか知らないじゃないですか。まあ本を読まない。本を読めない漢字が読めないとかはあるけど。うん、だからなんかまあ今はね、声優人気とかもあって、結構その、 あるじゃないですか。その、ま、アニメ化されて嬉しいという人たちが、ま、この声が自分の好きな声優がハマるとかあるけど、ちょっとピンとこないなう。ん。皆さんもそんな感じですかうん。そうですよね。まあそんな感じやんかい。うまいや。いいじゃないですか。そんなのね。って感じです。はい。ま、なんかあるかな、意見が。特にない。ないはい、わかりました。じゃあ、えっと、はがきが、 結構増えてましてどないでしようかなと思ってちょっとテンポよく行こうかなと思うんですけど、うん、まずじゃあ1個結構前に来てたのも含めてどんどん読んでいきましょうか、うん、<laughs> じゃあ鳥取県回れ左、えー、好きな女性の仕草さ梅原さん松浦さんこんばんは、うんえー、鳥取県の田舎町から毎週楽しみにラジオ聞いてます好きな女性の仕草さについて聞きたいです 心を奪われたりキュンとしたりする女性の仕草や、なぜか惹かれてしまう行動などありますか私自身は王道ですが、学生の頃ゴムバンドを口に加え、髪を後ろでまとめている女性の仕草が好きでした。また仕草以外にもフェチがあれば聞いてみたいです。自分はシルフェチです。とのことです。いや、今なんかちょっと考えてみたいけど、あんまり思い浮かばないな仕草で。うーん。うーん。なんかこの、 ここが合うとといいいといいいかかででももしれないですねいやここはうーんどっちかっていうとなんか一生懸命なんかやってるまあ別に男女関係ないんだろうけど一生懸命になってる姿みんな好きだけどねでもそれ多分男女関係ないんだろうねうん,うん過去にその好きになった女性とかを思い出した時にここがポイントだったなああそういうのはあんまり関係ないね あそうですか、うん、えと法則性がないってですか規則性が、ね、ないっていうかその好きになる女性と好きな仕草って多分別ですよねああまあ確かにそうですね、うん、別だからそ一般女性一般論だからそうやってまあ確かに、うん、だからそれは多分分けた方がよくてでそうするとまあ一生懸命な姿 かなうん結構汗かいて頑張ってたりとかするのも、うんうんうん、まあまあ汗かいてもかかなくてもなんか女性じゃないなそれはまあ女性にも当てはまる、ね、でもそういうふうになっちゃうねあんまないね、うん、なんか好きな制服とかもないですかあないね見た目うんないないないそれはないじゃ傾向とかもない <laughs> ショートカットが好きとか うんそういうのであんま見ないですかね。あんまり。うんなさそう,うん。あんまり考えたことなかったですね。考えその自分の好みどういうもんなのかなっていうふうに考えたことがないから、うん、あの話そうと思うと多分すんごく時間かかっちゃうと思うんですよ。 その一から考えなきゃいけないから。今から。だから、考えてない、普段考えてないことだから、多分この話はやめたうがいいです。はい。わかりました。まあでも考えたことがないってことですね。考えたことないね。それでいいんじゃないその好きな衣装とかもないですね、特に。うん。制服が好きとか、全然ないです。ワンピースが可愛いとかね。なんかポニーテールがいいとか。うん、そうね。特にないね。へぇなるほど。まあでもそれは、 面白いですね。何を基準に、なんかでもね可愛いなとか思うじゃないですかグラビア見てて普通にその女性そのものを見てる感じがしんぐさの話ででもまあまあそうですけどさっき言ったその,た目その顔の好みとは別にあるけどしんぐさっていうとやっぱねそのだからあれですよねその前にちょっと話したかもしれないけど本人が自覚してその意識してそれやったら嫌だからもう意識のうちに出ちゃう。 もだか,らなんか本人が没頭してないとそもそもあんまり意味がないない確かに可愛いと思ってやってたらもう一瞬で冷めるタイプですよ、ねうん、そうもんねそうそうだか,らだから一生懸命になってる姿にしかその多分ないなっていう確かに女性の可愛い仕草は大概分かってる感じありますもんね、うん、まあまあそう一般的なね一般的な話で言うと、ねうん、分かりましたじゃあ特にフェチはないということで次いきましょう えー、じゃあ同じく回れ左、あごひげと思春期の悩み。梅原さん、あごひげを生やしていますが、こだわりがありますか子どもの頃からあごひげを生やしたいと思っていましたかひげ、うん、<laughs> で悩んでる思春期の男性も梅、ね、ラジオを着てる人がいるかもしれませんが、うんね、思春期で悩んだことなどありますかえっと、これね、あごひげって実はきっかけがあったんですよ。ほ<う>あのね、えーと、若い時にに、まあ痩せてた時期に、 結構ね、なんかね、その、なんつうんだろう。まあ、ちょっと中性的な感じで見られたんですよ。はあはあ、その、本当の若い時に、ね、うん、10代から20代前半にかけて。で、それが嫌で。で、なんかその似てる、誰々さんに似てますね、みたいな言われるのも、大体なんか、俺が好きな、じゃなくて嫌いな、日本男児ではない、うん、貴様らはって思うような、<laughs> 奴らに似てるって言いますよ。ね、顔がね。なるほど、ね。まあ俺実際輪郭が細いんですよ。はい,はい。あの痩せてるとね、骨格が。それがすげえ嫌で、あいつらと同じは嫌だみたいな。向こうはもちろん悪い意味で言ってないんだけど、はい。嫌だと思って、で、まあ安易だけど、ヒゲ。<laughs> 自分から変え、変えに行ったっと、ね、うんそういうふうに見られたくないなって思って。若い時の太陽子は結構嫌だったっていうのはあります。 何か,か今の話はなんか梅さんはめめしい系を本当に嫌がる意味<い>めめしいって言葉ちょっとねすごい差別用語ですけどんかでもねそういう感じ嫌いですよね嫌い押すって感じですよね,ね俺の身近というかなんかやっぱ俺となてつうんだろうなしのさんとかもめめしさのかけらもない人なんですよ あめめしさ要素ゼロ。確かに。もう。確かにって、俺はそなんな人じゃないですけど。もう、なんだろう。サバサバしてるイメージを。<laughs> すごい、あの人本当すごくって。<ー>だから、で、まあ、うちの家族もそうなんですよ。全員。<ー>すごい、なんつんだろう。強い。もう、なんかもう、心に、心の根の張り方がすごいんですよ、<laughs> すごいのそうです。で、俺やっぱそういう人たち見てってるから、やっぱなんかそっちの方がいいなと思っちゃうのね。まあそういう風に見られたいしって感じですね。まあそうだね。うん、そう。ちょっといいですか、一つ。はいはい。河野。うん。あいつ、めめしさ感じるんですけど。めめしいなってもんじゃない、あれ。音源みたいな。あれひどいよ。いや、それはでも、いや、それは、えっと、ひどいなって思いながら見てます。あ、そうですただ、 うん。それもしかすると結構いい質問になるかもしれないな。いや、あのね、じゃあなんでってなるじゃないですか。すね、なんで川のと結構遊んでんのんって話になるじゃないですか。すあ、でもね、そう、なんかあいつ、これ化粧とかしてるじゃないですか、最近。最近あ一回してるの配信で見俺、あいつの最近すっぴん見てないんですよ。<laughs> で、あの、すごいっすよもん、もう。それすごいっすね。うん 月1ぐらいしか見せてくれないんですよ、スピンを。あ<ー>で、まあ、なんか、キキララのなんかあの携帯。<ー>キキララでしたっけあれ。なん,あれなんかあるでしょかいいとかやってんじゃないですか。えー、ほいで、なんかすぐにこう、ま、あなんかこう、減らるし、あの、どうしようもないやつなんですけど、そういう意味ではね。うんうん、めめしさの塊なんだけど、はい、でも多分その俺、めめし、なんていうのかな。<laughs> 一本筋が通ってるなと思ってることだって、前にも言ったかもしれないけど、人のせいにしないのね。 あ人のせいにするような、こう、何て言うんだろうな。えっ、ー、と、人のせいにする、本人しなくてもそれを促すような態度っていうのも俺結構目につくのね。人のせいにまっすぐするんじゃなくて、ちょっと操作をして、誰々のせいになるように仕向けるみたいな、うそういうあるじゃないですか。あすね、そういうこともしないの。まあ、その一点で勝ってる。 っまあ真になんか男らしいものを見てるんですかねん真の部分、ね、まあてかまあ男らしくはないんだけどでもそ, <laughs> そこを抑えてんのは俺は結構勝、ね、ってるっていうまあただそんだけなんだよねうんまあでもなも。もちろんねその人のせいにするしない人間とかにもいっぱいいるよはいいるだからそれは別にあいつがそこがも,ものすごいってわけじゃないんだけどうんまあまあでもそこは持ってるねうん,うんうん まあでも人の、ね、思想に口出ししないみたいなこともね、まあ、プレースタイルにか、うん、だからなんか別にそこはそれで嫌なやつじゃないな <laughs> いやいやいやそのまあ,まあ、まあ、化粧とかには、俺が、まあ、口出せることじゃないじゃないですか、化粧は。しない方がいいよっていうのもね、違いますん、ねうん、そうね、普通にね、うん、いいんじゃないって感じです、ね。うん、なるほど、まあ顎ひげには意外にちゃんとした理由。そうそう、若い時にちょっと嫌で。うん、あとは思春期で悩んだこととかありますか 思春期悩んだことは、うん、やっぱり、こう、コミュニケーションが下手とかね、初対面の人とね。まあ、そういうのとかだよね。なんか外見とかでは、げで悩んでる思春期の男性も聞いてるかもしれません。んそんなニキビとかね、まあいろいろありますよね。俺とかテンパーが嫌でしたね。そうい、ね、<ー>うの、ん、なかさらさらに憧れてた。 ああうん、まあ、てか、あげたらきりないね。まあ、思春期の頃のコンプレックスはあげたらきりがない、ね。どうでもいいことを、超悩んでた時、していますからねう。うん、そうね。思春期って。うんまあ、とにかくそんな感じ、ねはいはい。じゃあ、次いきましょうか。えー、DAIGO t h e いきます。えー、いつもありがとうございます。埼玉県貧乏だるまさん。はい、<laughs> ベストアイスです。 あ寒い季節だからこそ恋しくなることもあると思います。二人の好きなアイスは何ですかちなみに私のベストアイスはスーパーカップクッキーバニラです。ああ、あのね、コスパを考慮するならなるほどいいですね。ただ、さすがにハーゲンダッツンが上位互換なんで、その味で。うーん、なるほどね。そう。だから。ちょっといいですかはいはい。はい、チョコモナカジャンボ。うん。どうですか だコスパはいいよね。コスパはでも外せないは外せないですよね。その、な,なんていうのでも、好きまあね、外せないっちゃ外せないね。外せないですよね。うん、でも、それで言ったら、俺一番食ったかもしれないアイスは、60円のレモンのアイスね。あ <laughs> なんか。シャーベットの。<laughs> すんげえ食ったの。すんげえ食ったぞ。なるほど。うん。もうなんか、え、だから、どのぐらいの時ですか中。いや、もっと小学生ぐらい、ね、やっぱあと、スイカバーも食ったね。 スイ,スイカバー食ったそのなんかいや絶対ハーゲンダッツはうまいじゃないですかうまいでもじゃ死ぬ前に1個選んでみたいなこと言われた時にハーゲンダッツ取んない気もしますよねそレモンいくんじゃないですかいや,いやごめんなさい俺はあのハーゲンダッツのあのなんだクリスピーの方のキャラメルのーキャラメルで最後それでいいですいいですかスイカバージョンうんあれでいいねあれ2個で なんで,で増やしたえ<で>いやいや、まあ量的に2個欲しいそです最後だった。1個じゃ足り、うん、なるほど。2個ある。じゃあ、それでいいっすかうーん、そうね、だからベース、難しいね。思い出があるのはだその、えっとまあ、ガリガリ君も食ったし、レモンのアイスも食ったし、うん、あとそのね、60円のやつにね、あのクリームが入ってる上位五感で100円ぐらいのアイスもあったんですよ。<laughs> とかも好きだったし、あ,<れ>あとまあ、いろいろ食ったけど、モナカも食ったし。 でもまあ、つまんない結論だけど、ハーゲンダって様かな。まあ超えちゃいましたか。思い出補正をこ、うん、塗り替えてきました。あの、ヨーロピアンなんちゃのシュガーコーンあるじゃない何個か入り、6個入りかな ?8 個入りかなぐらいの。あれも好きですね。知らないそれわかんないのヨーロピアンなんちゃらみたいな。ああとか、あとは、ピノとか。あ<っ> <laughs> <laughs> だ食ったけど。<laughs> ピノあげる人結構いそうなんですよね。このジャンルで。あれはでもちょっとやっぱ、うん、なるほど。ちょうどいい。うまいよね。はね味はすごく美味しい。ちょうどいい感じですよね。うんまあ、あと、ガリガリくんとかね。ガリガリは、ガリガリは結構食ったね。あとなんかあの、のね、ホワイトの中にチョコっていうアイス。ああ、ありますね。あったでしょ。ね、なんだっけ あったね。あ,あれも食った。あれね、CM が優秀だ、CM がうまそうだったのよ。ね、あのね、棒に、確か棒スタートなんだけど、棒になんかこうチョコがニューンってなって、<laughs> その上からこうホワイトがニューンみたいな、なんかそういううまそうな CM で、それ騙されて食ってた気がするけど、ね。まあ、うまいでしょまあそこそこ、そう,ね、うん、そこそこね。アイスはでもやっぱすごい、なんか思い出とね、密着してるとか、ちっちゃい頃やっぱ相当好きですよね、アイスってね。 アイスうまかったね。だからなんか、まあ、まだに自分も食べますけどね。ならま、味、まあ、コーツつけがたいんで、うん、ま、味ってことで、一番味、味の好きなアイスは、ハゲンダッツのあのクリスピー。わかります。いいやつです。すいません。はい。はい、いいと思います。はい。じゃ次行きましょう。はい。えー。じゃあもう一本。えー、北海道ガルガリ博士、大五座ベースト。うん、東京オリンピック競技。うん。 2019年がラグビーの年だったように2020年は、えー、東京オリンピックがメインの話題になる年になると思いますそこで梅原さん、うん、松田さんが注目しているオリンピック競技はございますでしょうか <laughs> 全く何もないようでしたら昔好きだったスポーツのお話をお願いいたしますえー、注目している競技はごめんなさいまずないですね本当に1個もないですかなんかその、うん、ちょっと気になるとかないねないないだってもう何年もオリンピックで見てないもん うんなんか、なんだろうな。昔見たときに、ちょっと、おっと思ったから、今ってどんな感じメートル走、ベン・ジョンソン対カール・レイスみたいなのぐらいは見てた。見てま、ね、それが最後。確かに自分もその時期、うん。それが最後。で、で、好きなスポーツ、もうない。<laughs> じゃあ過去に見て面白かったスポーツ、うん、あ、ボクシングは面白いと思う。<ー>ボクシングは、あの、ただその、 ストーリーがないと見れないけどねそれこそ獣道じゃないけどこの有名な人対この有名な人の試合ですとかっていうストーリーを教えてもらえれば興奮して見れる何もなしで,いで現場で見たんですか違う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 テレビでいわゆるボクシングファンではないから2が好む試合とかは見ないけど、うん、まあエンタメとしてすげえ注,注目されてる試合なんかは見て普通に面白い、うん、格闘技とかも だから K1 もそうだけど、うん、プライドとか流行った時は普通に見たりとか、まあ、まさにねあり V っていうか、ね、だから格闘技とかがそういうのが好きになってるのは、うんまあ、エンタメとしてやっぱ優秀なやっぱコンテンツだったなと思うから好き見てたけどまあそんぐらいよね、うん、マジでないっすねマジでないね俺もそ本当にないんですけど、うん、そ,それどころの詐欺じゃないぐらいなさドッジボールとかやりましたそもそものレベルとしてドッジボールは結構好きでしたよそこぐらいで終わってる感じですか その後ね、中学とか行って、ね。うん、そうだね。ドッジボール、うん。小学校じゃないですか、ドッジボールって。うん、中学行ったらもうやってないって感じ、うん、なんか、技術が入り込んでいったんですよ、どんどん、競技にね。うん、子供の頃って、ドッジボールとか、ばっかじゃないですか、うんフ。フットベースとか。そうい、ね、うの、ん、は得意だったんですよ。その、運動神経自体良かったから。うん、でも、サッカーとかって、技術がいるじゃんシュート、ドリブル、ね、練習してパス。 で、それ、あとなんかルール何それオフサイド <laughs> 何それと思って。<laughs> で、野球もね、結局技術もいるし。うん、で、だんだん、あ、これやってないと楽しめないなって思っちゃって。うん、うん。やってないから。うん。そう。な、コンボできないと遊ばしてもらえませんみたいな感じになって。なるほど。で、あ、じゃあいいやと。と感じてしまったっ。感じちゃった。<ー>うん。じゃあ、今年スポーツ観戦する日はこなそうってことですかうん。な、そういう特別な、 エンタメのものがあればまた別だけど、うそうじゃなければ見ない。わ、うん、かりました。はい。スポーツのことは諦めましょう。はい、はい。えー、じゃあ次。また、ガルガリー博士。えー、大悟座ベースと本。今まで一番影響を受けた漫画以外の本を教えてください。えっとね、なんかあったかないや、あったとは思うんだけどね、何だったかな 漫画以外の本、うん、まずその物語ですかね、うん、そういった時に物語系になります、うん、それともこのなんていうの他の勉強する感じの本どうなんだろう今ねパッと頭に浮かんでなくてでもねどっちかっていうとあの自分で子どもの頃の話になやっぱその印象に残っていると子どもの頃の話になっちゃうんだけどはい あの、俺ね、自分じゃ本読まなかったんですよ。うん。で、どうしたかっていうと、うちの親父によく聞かされてた<ー>例えば、その、ベートーベンってどんな人生だったかとか、うん、シュリーマン、まあ俺シュリーマン好きなんだけど、シュリーマンってどういうやつだったのかとか、あの、人としての価値はどっちが上だと思うとか、偉人を比べてね、うん、例えば。<laughs> ね、そういう話とかをよくうちの親父してて、で、話が上手いのね。 要するに子供に興味を持たせるのがうまかった。で、本を読むのはめんどくさかったんだけど、そういうのは夢中になって聞いてたっていうのがあったから、うちの親父から聞かされた話だと結構影響を受けたのはあるけど、うん自分で本読んで影響を受けたっていうのはもうほとんど漫画になっちゃうね。う普通の本の影響って大人になってから、へえーとかあ、なるほどなとかはあったけど、ワクワクしてみたいな本を読んだとか、目からうろこうとか、そういうのはない。 生観が変わったうーんそういうのはないねう,ーんうんまあでもそれは人それぞれですもんねうん俺はやっぱねどっちかっていうとその,あのとにかく本を読まずに育ったなっていう感じなんですよ例えば田中さんってこの間ほら来たでしょ、はい、あの人なんかはもう <laughs> 本当に本を読んで育ったんだなと思うんですよまあ編集、ね、今も本を作ってるしんあのなんて言うんだろうな何て言うんだろう別にあの どっちがいいとかどっちが悪いとかじゃなくて、すごくね、文字から取り出してきたなっていうニュアンスが多いのよ。<ー>で、俺はそうじゃなくて、生のとこから取ったなっていう。だから、その、本、どう、なんか影響を受けてるものありますかって、そのインタビューなんかをする、される、受けるときに聞かれるんですよ。はい、でなんでかっていうと、何から影響を受けてるんだかよくわかんないから。<laughs> 聞いてる側が。 そうです、ね。その決まり文句、ねね、最近流行りのこの自己啓発本でこんなフレーズがあったなとか、はいはい、あの有名な、えー、その名著にこういうのがあったなとかっていうところから、その言葉をピックアップしてないわけ。うん、その出会った人から、感じたものだけ喋ってるから、あれ、この人何に影響でこういうこと言ってんだろうなっていうのは聞、聞いて、る側はわかんないわけ。うん、でも話してる内容だけ聞くと、あのー、どうも、うん、なんかそういう本質的な部分では、似てるな、みたいな。うん だから、本を読まずに育ってるっていうか、いろいろと学んだから、言葉に、ちょっとこう、あれがあるんだよね。その、うん、実践感というか、生、生感があるんだよね、うん、言葉にね。多分ね。生きた言葉しか使ってないて、ねうん。そう、生きた言葉しか使ってない。その代わり、すごく知識は狭いよね。本読まないから。うん、物も知らないし。確かに、借りてきた言葉をあんま使って ない使いたくないって感じある、ね。あえて真似したりするよけどね。漫画のセリフとかも真似したりするけど、うんうん、自分の意見はなんか自分なりにこう集めた素材で喋ってるっていう風に一応思ってるけどね。うん、確かに。うん。俺でも一個影響を受けた本、わかりましたね、梅さんが。ですか今聞いてて思ってた。 まあ、雑誌でけ、ね、影響を受けた。<や>うん、あれ、まあ、信じらんないよらい影響を受けた。あれ、漫画もブルーでしょ、もう。<laughs> 漫画でいいでしょ、ジャンルとして。<laughs> あれ、あれがなかったらっていう、ありですね。ああ、まあ、でも一番、<laughs> まあ、漫画以外で一番読み込んだ、まあ、書物という書物というか、紙 <laughs> ペラだね。<laughs> 相当読みました。攻略の部分ぐらいですかいやいや、あのー、もう、愛しすぎてて、ゲームスト。だから、 そのおはがきとかね、あるじゃないですか。読者からのはがきとかアンケートとか、そういうのまで見てました。本当ですか。その格言とかだけ読んで、全然、コラムみたいなのも読んでたし、漫画も読むし。あなるほどね。で、あとお金がないから、やっぱり買ったらもう、味わい尽くさないともったいないなって。当時は本当ね、それは良かったです。じゃ 書籍らしい書籍は本当に読まないで生きてきたという感じです、ね、そ,うそうなんですわかりました。うん、すみません。はい、<laughs> えー、これ新しい人ですね。これはあの封筒できて。うん、あそうなんですね、えー。ペンネーム2つの滞在さん。住んでる県は東南アジアだそうです。へーワールドワイドだえ。そこから送ってきたの ってことですかねえと梅原さん、松田さん、こんにちはいつも楽しくラジオを聞いています。はいはい、私からの質問は梅原さんが今年一番挑戦してみたいことです。はい、2020ってことですかそうですね<ー>年毎年年始に1年の目標設定をされているのか聞いてみたいです。まあ、先週とかもしちしゃいましたけどね、この人ちょっとすごい特筆すべきなのが、うん、習字を習っていたので、うん、梅原城のタイトルを書いてみました。うん、これすごい お、かっこいいかっこいいんですよ。えこれにしましょう。え、だから、キーホルダーが終わりそうなんで、第2弾キーホルダーは、これにしようかな。これにしよう、これにしよう。これいいじゃないですか。これめちゃくちゃいいっすよ。かっこいい、かっこいい。かっこいい、あ、キこいとか思い出しますよ。すごい。これいい、これいい。気に入りました。これにしましょう、これにしましょう。二つの題材、ちょ、しょかな。ということです。はいはいはい。まあ、すごい嬉しかったんで、これ、で、うん。はい。うん。 で、一応質問は今年一番挑戦してみたいことです。なんかね、新しいことに挑戦したいっていうのはでもあんまないけど、でもね、仕事頑張ろうって、なんか、うんこう、なんか久々に思ってるっ、ね、て、まあ去年の終わりぐらいからだけど、うん、仕事、まあ会心もそうだし、ゲームもそうだし、とにかく、うん、仕事を一生懸命やろうっていう感じですね。まあ、うん、挑戦してみたいって。 やっぱりもうていうかその本業にそのある意味で終わりがないじゃないですか、うん、ここまでやればいいやっていうのがない世界だからなかなか新しいことに挑戦ってむずいよね、うん、だから今やってることをより充実させるとかより良くしていくっていうことの方が興味があるからまあやっぱゲームのエイムと配信を頑張るっていうことになっちゃうかなうん。 あと、本当に挑戦してみたいことは、すぐしそうですよね。まあね、うん、なんかいつかやってみたいなとか、あんまなさそうな感じがします、ね。ああ、そうかんです年中とか、動いてますとかね。うん、まあ、そうね。うん、まあ、だから、まあ、でも、毎年なんか1年の時に、今年はこれ、こんな年とかって。言ってた年もあるんですよ。ああそうですか。うん、割と意識して。例えば、今年は聞き上手になるぞとかね、<ー>そういうふうに決めるというか、考えた年もあったし、 それこそ若い時には今年は知らない人とのコミュニケーションをうまくできるようにするぞとかね。うん,うん。なんかそういうの、目標を掲げてた時期もあったんだけど、最近は、最近というか、少なくとも今年にはないね。今年と去年ぐらいはないね。なかなかすごい目標ですね。それはちゃんと目標設計を頑張れたんですか、うん、だって今、今大丈夫でしょだから、それはその年にちゃんと。うん、あのね、結構ね、あられをした。 えー、無理くりもうん、前にだから俺アルバイトの話をね聞いた時にほか、うん、の配信で聞いたかもしれないですけど、うん、なんかその喋るのが苦手だから接客の仕事をするっていうその逆張りは普通の人で,できないですからねでもねやべえなだからもうここで行かなきゃやべえっていう思ったんだよねこのまま俺一生こうだなみたいな、うん、それはちょっとさすがに怖えなと思って、うん、も嫌だったけどもうええっつって電話してバイトそのバイトにね オッケー出ちゃって。あ、えー、<laughs> あーと。はぁってなるんだ。それはでも結構きつかったですか最初はやっぱり恥ずかしいなとか、うん。おろおろするし、おどどするしね。うん。でも慣れてきた時の、やっぱりこう、誇らしさっていうのも逆にあったね。あ<ー>あ,あ、自分の欠点を克服しようと動いて実際これは克服できたと言っていいんじゃないかみたいな。 ふうに思った時にやっぱそう、まあそうですよね。それはでもすごいこと、ね、若い時に、だから俺、今でこそこんなだけど、若い時はね、結構頑張ったよ。そういう意味じゃ。その自分の欠点を克服するために。え <laughs> 今でこそ。<え>こそいや,いや今でこそ、その習慣になってることをやってる。まあ人から見ればね、頑張ってるように見えるかもしれないけど、習慣だから、ただの。若い時はね、結構ね、まあ誰でもそうだかね誰でも若い時は自分をこう、うん、自分にこう、無打つ。 っていううととあると思うけど特に俺もよくやってた。自分に厳しかった。うん。若い時は。なるほどね、うんうん。まあ厳しいっていうか、厳しく、まあ厳しくはねえんだろうけど、うん。まあでも本当にやばいところはやばいぞって、緊急事態だぞっていう、うん、こうサイレンを鳴らしてた。自分自身に対して。うん、その、人見知り直したいっていうのの、やっぱり一番でかいのはバイトっすか。他にも何かありましたか対処法として、うんまあ、話しかけてみようとかね。その ゲーセンで普段といやでもバイトかなバイト,バイトが一番の自分の中で努力かなバイトってオ、うん、ルメさんはそのバイト先のことを誰にも言ってないと思ってるんですけどそんなことないいやそんなことはないけどね、えー、バイト先に友達来るのすごい嫌じゃないですか全然そんなことないですかえっとまあ嫌だねでもそんな別普通にクリアしましたらそこは来なかったですかいや来たよね なんかそのいらっしゃいませとか言ってるよみたいな感じあるじゃないですか,かい,いたいたいたそれついたあそ乗り越えました普通にうんしょうがないなでもそれい,いっす、ね、<laughs> 当時はね当時はまあその、ね、絶対嫌がりそうだな誰にも嫌でしたいやいや言ってた言ってた言わないっていうのも違うなって感じなんですかねもしかして,、ね、かていやむしろ当時はチャレンジしてたから言いたかったってなったね<ー>逆にねチャレンジしてなかったらあんまり言いたくなかったチャレンジしてるって感じがあったから なるほどそうそう,そうまあすごい一番いい感じだと思いますわ、うん、かりましたまあ今年一番なのい,い,いいと思います帯を締め直すのが2020年まあそうねって感じですかね,う,ねうんはいすごいありがとうございましたあの素晴らしいかっこいいねこれ、うん、大事をいただいたので、うんでかっこいいかっこいい使っていこうかうんありがとうございます、はい、グッズとかにしてもいいんですか 確かに。まあ別に、営利目的じゃなきゃいいんじゃないですか。営利目的じゃなきゃ別に喜んでってとこのもんだと思うけどね。そうだといいなと思います。44分というこの。うん。長いなと思いましたよ。長いことやってるなって。結構サクサクいってるつもりだったんで。いや、長いなと。いきますか。じゃあ、じゃか。じゃじゃこれは後回しにして。じ一応テーマ。テーマがね、 うん。さあ。さあという感じですか <laughs> なんかなぁ、いや、興味があるのだけ言っていいですかえそれで、うん。まあだから先に。あ、いいですよ。先にね。はい。決断。ああ、決断そうでもないな。やっぱインタビューは興味ある。インタビューと、先生。新人ですよね、今日ね。ねうん、なんかね、あ、じゃもう古いの全部取り除いていく <laughs> 逆に。 まあいいですけどね。まあまあ、ちょっと一個、一個、とりあえずチョイスしてみましょうじゃあ、全然死ぬほど興味ないですよ。はい、死ぬほど興味ないですけど、じゃあ幸福。これは死ぬほど興味ないです。そう,そうなんだよな。なんでかっていうと、ありきたりだからなんですよ。まずそのテーマが。まあまあまあ。どう、どう発展していくかはわかんないけど、まあどうせ。どうせこんなでしょっていう, <laughs> そうです感じ。幸福は。幸福、まあそうですね。うん、確かにね。そうあ。あるある。あるあるだなって多分。ね、だから、 ちょっとふやってみて、違ったらもう次いきま、まあかりました。うん、とにかくね、次交こう感があるんで。うん、まあ、幸せ、何をもって幸せですかっていうね、うん、感じですよね。まああるあるだけど、あえて答えましょうよ、それはね。はい、えっとー、まあ、人によるんだろうけど、うん、俺だけどやっぱ先のこと考えてない時が一番幸せかな。 それは、イコール今が充実してるみたいな感じですか、ねうん、まあそういう言い方もできるけど、うん。なんて言うんだろう。まあ今を集中、今に集中するというかね、その、今を一生懸命っていうか、その、先のことを別にがむしゃらに、がむしゃらに生きるっていうかね、今のために今があるっていう感じうまあ実際にはそんなことないよ。例えば働くって、その、 給料振り込まれるのって先じゃん、うん、だからじゃあ働くのは先のために働いてんだけどでもでもなんか感覚として今のために今があるっていう感覚で、うん、このいられる時が一番俺は幸福なんですよ俺はねそれは、うん、その時の梅さんが幸福じゃない可能性ありませんいや振り返ってみた時に、うん、あれ幸福だったな,っったないあいやいやいややっぱりね幸福の幸福っていうかいい その充実感というか、うんうん、だから充実と幸福が多分俺も同義な,なんでね。うん、幸福まあ満足してる状態、ね。はたから見てていい状態だよねっていうのが幸福じゃないのはもう明らかなんで。うん、あのだから、やっぱり充実、うんうん。自分の今の状態に自分自身が満没頭してる自粛の感が幸福ですね。俺はね。 なんか幸福って言葉を意識したことありますまあなりたいなとか。ない例えば不幸せじゃないですか、逆って。うん、不幸せって、うん、まあどういう状態なんですかね。やっぱ不満だらけああ、だからね。あそういう意味で言うと、<coughs> 俺は子供の時から自分が不幸せになると思ったこと一回もないです。<う>不幸せになんてなるわけないじゃんと思ってた。今も思ってる。それはなぜですか思わないから。はあ。 ど俺は思うような人間じゃないと思ってる。自分が不幸せだなんて思うような人間じゃない。っていう自信が子供の時からあった。だから、不幸せだなと思ったこと一回もないです。はあ、辛いなとかあるよ。悲しいなとかめんどくさいなとか。うん、でも不幸せだと思ったことはほん、ただの一度もない。なるほど。うん。不遇な状況ってでもあるじゃないですか。うん、あるね。ついてないなとかっていうのも、ついてないって感じですか、うん 我慢,ね、我慢の時期、ねうん、我慢の時期だなって感じ。うん。それが不幸せだと思うね。我慢の時期だなって感じ。でもそれが自分のこう、なんていうの、糧になるわけじゃないですか。うん,うん。だから全然なんとも思わない。なんかその話を聞くと、うん、幸福って概念が不幸をもたらしてる感じしますよね。幸せっていうふうに、か幸せとか不幸せってことについてあんまり考えてこなかったね。どうせ幸せじゃんっていう。 ちょっとやっぱり、まあ、梅さんが嫌いそうなワードっていうのを含めるってんでかなと思うと、うん、人と比べてるニュアンスがちょっとあるんですかねそういうわけではないっていうかそんな主観でしかない,いなそのいちいち確認するようなことじゃねえだろっていう <laughs> <laughs> 思うんですよ幸福だなーって確認して幸福なんじゃないじゃんって思うのね幸せだなーなんて 僕は幸せだななんて言わなきゃ幸せだと思えないんだったらもうそれ嘘だよね。うん。あの、よくほらさ、俺、違和感があるのが、仲いいんだとかさ、<ー>言うじゃん。まあ、はい、女とかでさ、はい、まあ男でもいるけど、仲いい。はい、あ、仲良くねえんだなと思うのね。仲良くねえとこに限って仲良い,いって言うでしょ。仲良くねえってか、その要するに、関係に不安があるところほど仲がいいって言うんですよ。それと似てる気がするね。幸福。 僕は幸せだなあ、幸せじゃないんだなって思っちゃう。うん。わかる。いや、梅さんは確かに特にその傾向はありそうです、ねうん。だから、子供の時から気にかけてきたことっていうのは、こう、やりがいがあるようには生きれるのかとか、充実して生きれるのかとか、自由に生きれるのかとか、それはすごい気になってた。それは子供の時からすごい気にしてたけど、幸せが不幸せなんかっていうことに考えたこと一回もないね。うん。どうせ幸せってことで どっちに転んでも、まあだからその、本来ね、決勝戦で勝った負けたで、幸福。ね、幸せ。うん。でも、そ、そこに。ただね、ただね、あの、不幸せを呼び込むやつってのは俺いると思ってんの。つまりどういうことかっていうと、俺は幸せでも幸せでもないわけ。と思ってるわけ。はい。でもね、なんかね、不幸せを呼んでくるやつっていうかな、なんかね、こう、不幸面っていうのかな。うん。なんかこう、 例えば、悪か悪い状況に対して、今の状況悪いよねって言ってくるようなやつっているんですよ。いますね。そういうやつはつるまない。それがコツ。すげえわかりますね。で,でしょ、うんうん、だから、俺は、そんなね、悪い状況、わざ,わざわざ悪いなんて言いに来るようなやつはつるまないんですよ。そう。あの、うん、例えば、やっちゃったなって時に、うん、なんか盛り上がってきたね、みたいなこと言われたら、うん、お前、みたいな気持ちになりますよね。なんかその、 嬉しいってことそう。あ<ー>そうそうこの状況お前も。な暗いやつが出っきゃいまなよ。なるほどね。暗くすんなよって。いや確かに。それはね、本当まあ、雰囲気を良くする。うん、まあ、ネガティブ人間ってことだと思うんですけど。うん。俺はだから、どんな不幸話聞いても笑、笑って笑う、笑うようにしてるんですよ。あれとか言わない。ああ<ー>。うん。どんな不幸話聞いても、笑って、笑うの。そこでこう。 大変でしたね、みたいな感じで言。言わない言わない。じゃない。そんなの優しさじゃないもん、別に。あ<ー>うん、まあ、それは、まあ、まあ、その、あるよ、心のこもった。大変でしたね、ってあるけど、うん、男同士は別にそんなことしなくていいよね。そう、それ、本当に。うん、笑い飛ばせるのがいい関係だと俺は思ってるんだけどね。だから笑ってほしいのよ。うん、俺が何かあってもね。うん。まあ、そうですね。そ,<う>それが結局ね、俺は自覚してないけど、結局幸せを呼び込むのはそういうことなのよ。うん。何があっても笑ってる奴のとこが、 大体みんなるほどそういやなんかまあありきたりだけど、うん、ありきたりのだけにまあそういう中身はあったね <laughs> なんかちょっとあれですね<え>いやでもいい幸福論を持ってる感じがしますよね論というか、ねまあ、まあないそんなもんどうでもいいんだっていうある意味じゃ理論だねうん,うんなんかその個人的には、うん、まあ幸せ っって言ったら確かにそ,そこまで言ったらあれですけどうれ、ん、しさあるじゃないですかちょ,ちょっとした幸せあるじゃないですか、うん、なんかまあおいしか思いのほかおいしかったとかね、うんうん、そういうのがいっぱい欲しくないなと思っちゃうんですよね一気に欲しくないな派なんですよ <laughs> <laughs> そんなに一気に来ることあるいやなんか違うん、なんかねちまちま例えば例えばね1十2月24日が誕生日とか1月1日が誕生日の人俺かわいそうだなと思ってるねああはいはい、はい、そういうことを でもその,その別にだってそうじゃなければいっぱい来てもいいじゃないですかなんか消費しちゃう感じがするんですかねあ小分けにしてほしいのそう例えばじゃあ仕事がうまくいくプライベートがうまくいく同時に来るんじゃなくというかねう,ん、うんなんですかねなんか幸せって俺結構幸せっていうか満足なのかな,、うんうん、なんかそういう嬉しさって有限な気がして ああ、えー、慣れちゃうってことそう。だから、なんか死ぬまで、ちょっとずつ、ちょっとずつ登っていきたい感じしますね。ああ<ー>。なんかお給料とかって、一気に上がると、多分、嬉しくないんだろうですよああ、まあ、そうかもね。なんかね、15万でやってたやつが150万だったら、壊れちゃうというか。うん、まあ、まあ、嬉しいでしょうけど、ね、まあ嬉しいが <laughs> にね、なんかにでねでも、その階段、楽しくないみたいな感じあるじゃないですか。だから、んなんか、ちょっと積極的に、 階段を作ってるる節もあ自分で、ねうん、そういうそういうことしなそうですねでもね俺はやっぱ思うけど楽しいこととか我がすることってあの工夫本人の工夫が必要だなと思う<ー>待っててもダメねやっぱりそれは俺は俺の中でも充実ってことなんだけどやっぱり自分からこうちょっとめんどくさいことだったりリスクあることだったりってやっていかないと 自分の人生に新しい刺激って入ってこないね。なかなかね。待ってても。うん、なるほど。まあじゃあ、いいんじゃないですか、幸せ。うん、ねいい、ちょうどよかったね。<laughs> ちょうどよかったか分かんないですけど、まあ、うん、いいと思いますね。うん、はい、じゃあ。おいで、次の声きなら、いや、えー、なんで,でもいいですもう、もういいでしょう。これだいぶ、あ、なに、心理に行くけど、もう全部やっつける古いの。なんでもいいです古いのってなんでシステムが古いよね。記憶も古いかな。 自分ルールも古いね。初期からあるやつってあるんですか第1弾からある。初期メンバーああ、初期メンバーもさすがにいない。いないんじゃないかな。確かにね、そうですね。自分ルールあたりは。確かにね。記憶。記憶はね、中期メンバー。あ、ですか。じゃあ、気がします。じゃあきますか。古い子。古いの行ってみますせっかくだしね。じゃあ、なんだろ何が古い自分ルール自分ルール。うん。 これ似たような話絶対してると思うんだけど、まあね、雑談でちょっとしたんですけど、うん、まあ自分ルールありますかみたいな話なんですけど、まずその、まず、ジンクス。ないス。っでないじゃないですか。ね、ないってね、いうん、言い切るじゃないですか。うん、でも、なんか、ジンクスって発生してしまうものの気がするんですよね。うん。なんか今日やたら調子よかったなってなった時に、うん それをなぞるってことそう、なぞりたくなってしまうのが人間だと思うんですよね。まあ、単純に、その、例えば体調管理とかだったら、いいじゃないですか。朝、水分多く取ったから。でも、なんかちょっと、なぞりたくなる、あまりに今日良かったとかなったときに。なぞっていいんじゃないですかそれをジンクスと呼ぶんですよね。れはジンクスじゃないね。あとか、ルーティン。ルーティンだよね。それはね。まあそうか。まあでも、験担ぎって意味でも、ジンクス。例えば、その、こういう行動したら、その、なんだ パチンコに勝ちましたとかさ。それはジンクスだよね。ジンクスっていうかまあオカルトっつうかね。本当、験担ぎとかね。演技を。そういうのはないですね。うん、まあそうか。ただその調子が良くなる朝から昼もしくは夜にかけての行動っていうのはあるって言われてるじゃないですか。そうですね。まあ、前日これやったからいいとかね。うん。というのはあるんじゃない例えば、例えば。 そのジンクスでも何でもないけど、前日は酒飲まないよね、大会の。ああ、それはそうなんですね。前日はね。でも飲んでた時もあったっすか昔どうでもいい大会とかはね。ああ、でもやっぱまあ、そりゃそうか、うん。一滴も入れないようにしてますかうん。まあ。そうそうそう。うん。でもそれはジンクスじゃないでしょそうか。<laughs> うん、まあでも梅さんは、なんかそのジンクスって。多分ね、それね、なんか、あ俺だからね、あの松村さんと話してるとね、時折あるんだけど、はい。 そんなのあるわけないじゃんっていうふうに俺思ってるの、正直今。あ、ジンクスそう。でも多分普通の人はあるんだよね。そう。だから、二、うん、回続いちゃったら意識せざるを得ない。うん。ですよね。その目線で俺は話さなきゃいけないよね、まず。うそう、一般、一般的普通の人はそういうジンクスっていうものを感じちゃうとか意識しちゃうんだ、もんなんだっていうところに合わせて俺は話さなきゃいけないよね。まあ、その目線は知って。 でもまあいや梅、うん、さんがそうじゃないんでいいと思うんですけど、うん、でもなんかそうやっぱ2回続いたり3回続いたらとかねだからもしそれで、えー、とその次もその次も,また次も続くんだったらや,やりゃいいと思うしもし続かでもし続くんだったらそれはほもともと実力があるって場合もあるけど、うん、本当に正しい手順なわけじゃないですか、うん、だからそれはジンクスじゃなくなっちゃってるねまあそうかただの正しい手順になっちゃってて。うんうんうん で、ジンクスって要するに終わりがどうせ来るわけですよ。だから、ジンクスっていう程度の生き方をされてるわけで、うん、その、毎回毎回確かな結果が出るんだったら、それはもう正しい手順になっちゃうから、ただの、ジンクスじゃなくなっちゃうから、かからジンクスっていうのはせいぜいまあ、2回、3回、4回ぐらい試してみて、みたいな。いや、うん、いや、ジャンソンとかね、うん、確かにね、いましたよ。 なんか、ね、このリーチを上がりたいときはなんかこれをこうしてこうするみたいな。うん、まあジンクスって言っていいのか、でもジンクスに申し訳ないぐらいの道 <laughs> カルトでしたけど、まあそういうのはみんなありました。自分の力でどうしようもないことだから、うん、そういう何者かの力を借りようとして何かこう、儀式だよね、言ったらね。うん、そういうのやるやつってね、いた。いたけど、うん、そういうの見てきたからこそ、くだらねえなっていうか、 負けるやつの思考だなって思っちゃうっていうのは、ちょっとどっかにあるかもしれないね。祈らないっていうね。祈らないですもんね。祈ってる暇があったら考えろっていう。わかりました。まあ自分ルールにはね、別のくだらない切り口がありまして。どうなんでしょう。例えば、うん、新しい格言に触れるときのキャラ選びの自分ルールとか、うん。ああ、それだったらちょっと面白いね。なん <laughs> 自分、うんと、俺意外とね、 絵なんだよね。<ー>かなり絵なの、実は。かな,かなり、かなりの、かなり絵だね。かなりかなり絵から入ってる。正直。なるほど。うん。でもまあみんななんだかんだそうなのかなと思うんだけど、かなり絵を大事にしてる。実は。なるほど。うん。じゃ、ギルティギアとか。 俺、最初、ソルでしょで、候補は、まあ、ソルはそのな、なんだ、ソルさん簡単っていうか、その、要は、なんか馴染みがあるっていうのもあって、ソルだったけど、他で、うんね、なんかこう、使ってみたいなと思う見た目のキャラは、エディと、うん、まあ、ギリギリジョニーって感じかな。あ<ー>うん。ギリギリジョニー。でも、まあ、えっ、ー、と、<laughs> ソル、エディがまあお、ま、うん、同じぐらい好きで、うん、で、ギリギリジョニーって感じ。 うん感じだったかな。アンジとかカイはあんまり来なかった。まあ来なそうですよ。うん。あとあのー、なんだっけ、ベノムもあんまりいなかった。そもそも女子キャラは、うん、まずはタクにいないって感じですね。えっと、メイはないよね。まあメイはなさそうだな、ね、メイは超、超ないねディーズイもない。メディアはある。メディア,、うん、アはある。うん。ロー出度いや、それも関係ない出度ね。うん。ああいうその、 子供をあんまり使う。うん。子供使おうとは思わない。なるほどね。うん。ははいなと思いますけど。侍スピリッツは、でもなんとなくわかるでしょ、俺のツ王道が好きな。だから、ハオマルと玄十郎ですよ。ああ、まあまあ。その2キャラ。野球十兵ってことですかちょっと違うんだよね。えいや、うん。わかるんだけど、ちょっと違うんだよね。俺の中、俺の中でね。なるほどね。いや、まあまあ。キングオブファイターズ。 えー、最初、えっとね。うんや、やってたっていう理由で、やってたっていう理由で、流子の剣だったけど、あんまり好きなキャラいなかったかな。まあ、正直。いけなさそうですね、そうね。うん。そんなに、ちゃんとね。流ん。子の剣はやってたんですかあの、流子の剣の、1は一人用だよね。ツー 2>,、ね、2じゃないんですかそ思います。あ、じゃ当ててください。流子の剣2。2> えーっとね。うん 軍人。正解。ジョン・クローリー。ジョン・クローリー。いや、まあまあ、すぐ。そういうことっすよジョン・クローリー、いいと。なるほど。もう、それ、ジョン・クローリーいたのに、キサラギみたいな、いたね、忍者。あの、キサラギじゃなかったっけ暫徹剣みたいな。なんかいたよ。霞ぎ切り、みたいなこと言ってまなんかそんなにいたよね。エイジみたいな。エイジか。キサラギエイジか。なんか、なんかいたよね。なんかいました。あれと、ミスター・ビッグの三択だったんですよ。ミスター・ビッグも入るあの紅葉ですよ、あれミスター・ビッグもよかったんだね。そのサ三択だった。 見た目なんですよ、完全に。見た目がいい中からキャラ性能と相談して決めるのいつもそれまあ合致してたらいいなっていつもそれよ結構意外だったのがあちょっと名前出てこないなあのグラブルのねなんかお試し会みたいなところに真っ先にあの女の人を選んだ語りなそうそうそうのなんかちょっと絶対選ばないといや全然メディアワークでしょだって確かにそうそうメディアありメデアっぽいでしょああいうの好きだからああいうなんつうの 凛ととしたいう確かに。かく乱系のランスロットよりは、って感じしますよね。いや、まあ、そのキャラせるのは、まあ、どうでもいい。置いといて、そうそう、ああいう、なんてうんだ、まあ、毅然とした人は結構好きだ。うん。なんか、いいっすね。格ゲ格芸のことを考えてそうだね。どうでもいい、自分ルール聞いてもいいですか。うん。ゲーム主人公の名前。あのね。 えっと、かなりのところまである名前にしてました。で、それは何、どういう名前かっていうと、ターボって名前なんですけど。<laughs> ターボ。ターボ。ターボ。<え>ターボ。ーボうん。はい。で、なんでターボかあ、これジンクスだわ。<laughs> あのね、あの、ドラクエ2、 って名前つけれたじゃないですか。あれ、ワンも、ワンってどラどれもつけれたんじゃないつけれたっけか。からひらがな、濁点が一文字扱いでしょう。1> 1うねうん、2> で、ツーってターボで終わりなんですよ。ターボで終わり。はいはい、で、ターボって、なんか、ターボ。あの、ターボエンジンのターボみたいな。ストリートファイター2。ターボ。ターボみたいな。ーー感じ漢字のターボをイメージしたんだけど、はい、その、なんでターボかっていうと、うちの親父がね、その、当時ドラケッ2を俺がやってと。 子供だからわかんない。5歳ぐらい。なる,ほどなるほど。先進めてって言って、うん、そうすると、毎回その棒、そのパスワードとか一ち取んないから、最初、いつも最初からやるんですよ。ずーっと前。その時につける名前がターボなんですけど、<laughs> で、これ子供の時に、で、俺は行けないところまで進んでくれるわけですよ。はあ、はあ、まあ、つっても、つっても、あれよ。隣町とかよ。すごいですね。で、だから俺はターボって名前ならいけるんだと思った。なるほど。そう。 で、ターボにしたずっと。な、その、それ以降も、結構。ちょっとなんか突っ込みどころがいくつかあって、なかなか回収しきれないでこのターボって何だったのかってことを俺はずっと謎のまま生きてきたの。ははははぁ毎回ターボって打つんですね。ターボって打つんですよ。それで4文字いっぱいいっぱいでしょパンパンでしょすごい、まず、仲間キャラいないですもんね、だって、その。ねえねえねえ。そうですね。ターボ。毎回一からターボで完結なんですけど。一からターボなんですけど。で、俺のドラッツ2の、あの、主人公の名前、ターボなんですよ。 はい。スリーも確かターボかなはい、はあ。まあ、とにかく、とにかく何かあったらターボなんですよ。なるほど。で、な、なんでターボなのかも知らずにターボにしたんですよ。はい。で、結構大人になってから、正月とか家で、はい。まあ、そういえば、何本名前付けてやってたな、みたいな話をした時に、それはターボって何なんて言ったら、さ俺の子供の時のあだ名が、ターボだったんだと。はぁ、はあ。で、ターボって入れようと思ったら、途中でピッて、おもう先進めなくなったから、じゃあターボでいいやつっていうのがあったんですけどね。 しかもそれを毎回打ってたんですよね。今回はこれにしようとかじゃなくて。うそううちの親父の子供の時のあだ名は。ターボー。ターボを、まあ、これをけてたっていう。なるほど。なんか先に進めた名前だなっていう。ジンクスが。ジンクスが。ちっちゃい時は親切。まあ、子供の時はなかったね。なるほど。うん。すごいそれちょっと、そもそも面白かったんですかその、あの、毎回一からやるドラクエっていうのが。上さん的には、それでも全然良かったんですか なんか良かったんだろう子供だからね。うん,うん。まあ、5、6歳だったらそうかもしれないですね。うん、まあ、とにかくそのピコピコしてるだけでも嬉しいしね。うん。そういうゲームだと思ってたまでありますよね、その。あとなんかね、その慣れ親しんだ手順を超えるのが怖かったの、子供の時は。ああ<ー>。だからあの、ロー、ローレシアだっけ、はい、から始まって、うん、リリーザだっけ町そんな名前の町に行くまでの手順だったらわかるじゃん。 どういう道を辿っていくか。それが安心感があったそこまでの冒険でいいやって。で、また次やるときはそこまで行くって。もうちょっと大人になってからなんだよね。RPG ちゃんと遊べたのって。まあ、ちょっと良かったです。意外とね、意外と自分ルール遊べたね。一生聞かなそうなエピソードが聞けたんで。他にもちょいちょいあるんですけど、こんなとこにしておきましょうか。ちょっと 二個でしたけど。二 <laughs> 個。あ、今日は。もう回ってるんです、ね。あ、なんで、ね。十二時七分です。<laughs> いやー。そんな感じで。はい。老、はい、けていきますという感じですね。はあはあ、最近のあれとしては。うん、えー。 あこのタイミングで公開されましたい、ね、はいはいはいあれはなんか好評でよかったですけどねあのー、いやなんつうんだろうなああいうのってちょっと正直ねなんか企画してみたはいいんだけどちょっと押し付けがましいかなって思ったりもしたんですよ正直っていうのはやっぱそのうんまあ自分が育って ただその環境とかそういうまあ、ゲームセンターっていうものをね、残し、残したいし、そのまあ残るかどうかはまあまた別問題だけど、記録に残したいなとか、うん、俺はああいうのっていいなって思うわけですよ。うん、まあ自分が育った。でも、今の人たちとかゲームセンターにあんまり馴染みがない人を見た時に、ちょっと押し付けがましいなって思うんじゃないか。うん、老害じゃないけど、まあそれは過ぎかもしんないけど、 っていう不安があったの。うん、こういうの受けるかなあんま受けないんじゃないかなで、まあ、俺の配信なんて視聴者が大体オジだから、うん、まあだから受けてるってのはあるかもしんないけど、まあ、とりあえず好評だったんで、まあ、少なくともじゃあ俺の配信を見てる人たちにとってこういうのは受けるんだなと。で、それが受けると分かると、実はまた別な期間ができたりするんですね。だからそういう足がかりとして、ゲソログは、まあ、いいこう物差しになったなって。うん、ゲソログ自体もやるけど、 それとは別にちょっといろいろやりたいことがあって、でもなんかその一人よがれになっちゃいそうで怖いなっていう企画だったりするから、うん、まあそういう確認できたらよかったですね。なるほど。うん、いやーなんかいいですね。ちょうどいいというかね。うん。そうん、なんかすって感じでいいじゃないですか。うんうん、他にはなんかありますかああ、サブスク動画もね。うんうんうん。うん、黒人 R と R さんと、ね。そうそうですね。黒人さんと。あんなやっつけで。 作って、まあでも、まあ、結構みんな面白かったって言ってくれてるんで、まあ、それはよかったなまだね。うん。まだ第五弾まだありますからね。第二弾はね、明日の朝十0時です。一応、まあ、結構、リズムよく上げてこうかなっていう。まあ、大した内容じゃないんで。大した内容じゃないから。いっぱいない方がいい。いっぱいない方が全然大した内容テンポよく行きましょう。確かに。くだらねえ。ずっとくだらねえから。ずっとくだらない。安心してほしいです。最後までくだらない。最後までくだらない。あの 何にもない。良さがありますあとは、あとはそうだ。そう。金曜日にやるんですよ。あマックス鈴木さんね。びっくりしちゃって。知ってますなんかね、梅さんからちらっと、なんか、絡もうかなみたいな感じがね、だいぶ前からしてたけど、ちょうど俺見てて、テレビで。あ、はいはいはい。すごいなんかね、大食い界ね、エモいんですよ。あ、そうなんですかなんか、あの、すごい良かったですね。 レジェンドの小林さんみたいな来た時に、なんかマックさん泣き出してえつって。あの人でもなんかね、そういう人、なんか。えっつって、なんか周りが、ちょっと、え、どうしたんですかって言ったら、嬉しい。いや、なんかすごくて。いや、それで、テレビがちゃんと編集するじゃないですか。そうすると20年前の、なんか、伝説。 その説明しない。うん、野暮だからわかんないですけど。うん、なんか、多分、憧れの人だったとか、目標にやってきたとかわかんないですけど。うんうん、いてくれるだけで嬉しいとかなんか、もうやっぱ歴史があるんですよね。うん、すごいなんか、大食い。なんか、食べながらやってほしいですね。なんかね。ね一応配信期限で,でやるんですけど。<laughs> ああなんで、まあ、食い物はちょっとあれだと思うんですけど。うん、でもまあ、あのー、うん。すごいね、なんつうんだろう。 まあ面白くなりそうな感じ、ねうん。うん、いやでも面白く。まあそもそも俺がよく知らないから。ああはあ、実は。だから、今日単純にいろいろ聞いてみたいなっていうまあ興味があるから。はい、うん、聞きたいことがいっぱいある。うん。大食いってなかなかのエクストリームなジャンルですよね。その、うん。なんかね、す、すごくなでもあれ、あれほどさ、ある意味では、最も過酷さが、 できる競技かもしれないマラソンとかもまあ分かるよつらいだろうなとかボクシングとかもつらいだろうなと思うけど大食いのきつさってめちゃくちゃ身近じゃないですかだからやっぱ相当人気なんだろうなって思いますよねきついだろうなっていうこの間そって56歳の方が昔すごい有名だった伝説の人いまだに現役で女性なんですけど全然肩並べてラーメン20杯とか。 なんかすごい、それもなんか、プライドとかやっぱそうん、いろいろ。いやな、絵文字連のところにまで来てるな。そのテレビチャンピオンとか、昔よく見てましたけど、うん、自分は。なんかその時は、ね。わあって感じで、やっぱなんか長く続けるとす、す、ごくなるなっていう感じです。まあ、歴史がね、うん、ありますからね。まあ、いろんな話が、まあ、単純にリスナーとして、楽しみです。そうですね。うん、そんな感じですか、当面は。 そうですね。えっ、ー、と、ま、あ全然関係ない。自分の、あれですけど、木曜日公演です。あそう、見れないやつ。見れないやつ。なんか、どうにかできないですかそれうーん、なんかダメみたい、ね、な。じゃあ、ちょっと、後で再現とかできない。<laughs> 再現は、俺の記憶を頼りに。<laughs> そう。いや、でも、ま、あ今まで結構、ま、あ話してきたような話だから、ま、あ言ったら、ま、あ普段、その、えぇ、雑誌とかでインタビューしているようなことを、ま、あ公演として <laughs>、 一応こううやりなんていうの、あのー、司会じゃないけども立ててくれという質問形式なのよ<ー>そうするとすごくこれやりやすいんでそういう感じなんで、まあ普段のインタビューを、まあ、映像として見れるっていう感じかな残念ですけど、まあうん、頑張ってきてくださいで金曜日がマックス鈴木で、うんまあ、配信はね時間があればまたやるし、はい、で火曜日は、えー、ラジオか。 そんな、ねまあ、感じか、うん、分かりましたじゃあまたはい、はい、以上ではい、はい、大丈夫でしょうか、うんはい、じゃあそんな感じで今週も終わりますはいならはい、はい、またお疲れ様でした。は